皆さんこんにちは。今日はご参加いただきありがとうございます。このワークショップは苗を楽しむ展の、関連の、企画になります。苗を楽しむ展、皆さんご覧になっていただきましたか？まだ見てないっていう人、まだ見てない、ぜひどういう苗があるかっていうのを、楽しく感じてもらえたらいいなと思って、1回で開催してます。今回のワークショップでは、お手元のテーブルの皆さんにはあるんですけれども、聞く、触る、作るっていうので、聞くことと触ること、そして作ることっていうのはどういうふうにつながっているかっていうのを感じてもらえるといいかなというふうので企画しました。で、お二人、ワークショップの中ではお二人ずつペアになって、お互いの印象を声から感じたり、触ったりとか何か匂いがあったりとかっていうので、制作をしていただく予定です。まず最初に、今回のワークショップ企画に関わっている先生方5人から、なるべくコンパクトに長くならないようにいろいろとどういうことが感覚としてあるのかっていうお話をしていただこうと思います。じゃあまず最初に、野口先生からお願いします。はい、こんにちは、野口です。僕は大学で、物がねどういうふうに混ざるかということを研究しています。で、物を混ぜるというのは実はですね2段階あるんですね。初めはかき混ぜる、それがよく混ぜていくと今度は完全に混ざったみたい、ちょうど白と黒だったら灰色になってしまったんです。そういうふうに混ざるっていうね、2段階の状態があるんですね。で、その中途半端な状態、かき混ざってるだけな状態っていうのは僕は中途半端だなとずっと思ってたんですけど、今回富田先生と話をしていて、かき混ざってる状態って、その混ざりきってない状態って結構それはそれでいいなと思ってますね。でついさっきもご飯食べてたらこういうものもらいまして、これね、白と黒が混ざりきってない、わざと混ぜてないわけですね、こうやってね。でこういうふうな中途半端な混ざりをしてるっていうのが面白い味がするね。やっぱ変化があって面白い、そういうことがあるなと思うんですね。で、多分下 の, 展示のところで歌を聴いたかもしれない。好きだけど嫌いだと思います。あんな感じで、人間のこう、なんていうか、感情っていうかな、人に対する感覚なんかも、2つのこう、決めがたい、どっちか白と決めがたいものがあるんだけど、それをこう、入り混じってる状態っていうのが心の中にあるんですね。それをこう決めてしまうので、混ざっている状態っていうのも価値があるなっていうのを考えながら、こう今日の、最後をやっていただきます。では次、豊原先生にお願いします。はい、はじめまして、豊原と言います。こんにちは。私はですね、大学院の方で今臨床心理学という学問を勉強しています。で臨床心理学を勉強していますというと、結構多くの人が、じゃあ人の心が読めるのっていうことを言われるんですね。でもよく考えてもらいたいんですけど、皆さん心って見えますか？見えないねじゃあ聞こえますか？聞こえないね。でも聞こえないし見えないけど、じゃあ心ってないのかなってわけでもないよね。きっと心っていうのはすごくしっかりあるんだけど、全然見えないし聞こえないし触れないし、すごく不思議なものだなって思います。で私もいろんな人のお話を聞いたり一緒に遊んだりしてそういうことを考えるんだけれども、人の心はなかなかわからないけれども、一緒にそれを一緒に、考えていくっていうのが私の学問ということになっています。で皆さんと今日はいろんなことを一緒にしながら、どんなことが起きるかなとか、どんなことを自分の心が感じるかなっていうのを一緒に、体験していけたらなと思っています。よろしくお願いします。では、次、南先生、はい、どうぞ。皆さんこんにちは。私はですね、京都大学の学生で、下の展示室とかに、埴輪とか、古墳の石棺、棺とかお墓とか土器とかあったのはご覧になりましたかね。よろしかったらまたそちらを見ていただきたいんですけど、それを、研究勉強することをしています。でそれを勉強するときに、いろいろそのものもいろんな方向から見たり、時には触ったりして、それを、
絵にするイラストにするっていうようなことをします。でその時にですね、見たものをそのまま描くっていうこともあるんですけど、より自分が見たものを伝えるっていう時にそれをそのまま描くんじゃなくて、自分が「あこれすごい」とか「これ大きい」とか「小さい」って思ったことをより何ですかね、より見たものよりも大きく描いたり小さく描いたりして見る人に伝える、教えてあげるってことをしたりしますので、そういうやり方もあります。で今回皆さん作ってもらう場面があるんですけど、参考としてそういう方法もあるよと思っていただけると、みんなが作ったものをより他のお友達に見せることがいい、伝わるように見せることができるかなと思いました。ぜひ、作る場面になったらちょっと思い出してみてください。今日はよろしくお願いします。で今、3人の先生方にお話しいただいたんですけれども、ここからは、アイマスクをしてお話を聞いてもらおうと思うので、皆さんお手元のアイマスクを、つけ方わからないと声かけてください。目を隠すようにつけてみてください。アイちゃん、そうだね、メイのマスクよ。皆さんできましたか？じゃあ次、4番目の先生で広瀬先生にお話しいただきます。皆さんこんにちは。見て、なんかいろいろ置いてあるなこれ。今日は誰が来るのかなと思ってたんですけど、誰も来ないんじゃないかと思ったら、こんなにたくさん来ていただいて、何やるかわからないと思うんですけど、今日は、苗を楽しむです。で苗っていうのはいろいろありますが、僕は皆さんと少し違います。皆さんは今アイマスク目隠しをしてますが、僕は目隠しをしてもしなくても一緒です。目が見えていません。で目が見えないっていうのは普通は困ることがたくさんありますね。歩けなくなるとか字が読めなくなるとか、あるんですけど、今日はそうじゃなくて、実は見えないと面白いこともあるんじゃないかなっていうことを、みんなと一緒に確認していきます。で今皆さんは目隠しをして多分何も見えない、ズルして下から見てる人がいるかもしれないですが、見えないですが、見えない？子供はもっと騒いでいいんだよ。おとなしい子供が多いですね。で、まずちょっといくつか実験をしてみますよ。見えないと、普段より耳をたくさん使います。で今日はまずは、皆さんにこれから工作とかいろいろしてもらうんだけど、まず耳から手が出るっていうふうなことを考えてください。耳から手が出るっておかしいよね。でも今日は耳から手が出る、だから耳を澄ましてどこから音がするのかなっていうことを聞いてください。いいですか？例えば今僕は、ここにいます。ここにいます。ここにいます。位置がずれましたね。それをまず耳から手が出るみたいに、どこだろうどこだろうと探してください。それから、こういうことを学校ですると怒られますが、僕はここにいます。ここにいます。ここにいます。高さが変わりましたね。だから手を伸ばしてどこから音がするか聞いてくださいね。しっかり聞く。じゃあ次は、耳から手が出た後は次は鼻から手が出ます。いいですか？どんな匂いがしますかとか言うと、最近ね、
おじさん臭いとかって言われて僕はすごい嫌なんですけど、今日はちゃんと朝シャワーに入ってきたので多分おじさん臭くはないと思いますが、今からちょっと匂いを出します。変な匂いじゃないよ、多分いい匂いです。よく鼻から手が出る。おならしないね。匂う？まだ鼻から手が出てないが。これ何の匂いでしょう？酸っぱい。酸っぱい？本当？甘い。一瞬だけした。ガム。これはね、お香の匂いですね。京都にお寺がたくさんありますけど、昔はお寺によっていろんなお香を作って、そのお寺のによってこう違ったんですね、匂いが。ね、もちゃいもちゃい。はい、いいですか。まず耳から手が出て、鼻から手が出ました。で最後は口から手が出ます。でまず、じゃあ皆さんその場で立ってください大丈夫ですか。で立ったら必ず机のへりを触って、机の端っこ、机の端っこ触ってね。で変な方向向いてたらおかしいから、机を触って、机と自分の体がまっすぐなってるようにね、斜めになってたらおかしいですよ。で今から単純です。これからいろいろやってもらうんですけど、ちょっとリラックスするために手を上に上げて振ってください。ブラブラブラっと振ってください。手を上に上げて振る、どんな振り方してもいいですよ。縦に振ってもいい、横に振ってもいい。あんまりね、横の人を叩かないようにねそれだけ注意して、縦でも横でも、あとかなり細かく早く振ってもいいし、ゆっくり振ってもいいです。でずっと手振ってるとおじさんは肩が痛くなるので適当なところで下ろす。でもう一回ぐらいやって、何回かやっては下ろすっていうのを繰り返すとだんだんリラックスできますでちょっと手を振りながらでもいいけど聞いてほしいんですけど、普通みんなが学校の体育の授業とかで、なんか体操するときって前にいる人を見て、先生とか体育委員の人を見て同じように真似ますよね。だから多分その手を振ってくださいって言われた時に、僕がどういう風に振ってんのかなっていうのが気になったかもしれない。で目が見えてたら、まあそれと同じように真似をしようとするんだけど、今日は見ない、さっき見ないのお兄さんが話しましたけどね、見ないがキーワードですから見えないんじゃなくて見ないんですよ。でそうすると、もうどうせ見えないんだからどういう風に振ってもいいやと、自分が気持ちよければいいやと、横の人と違ってもいいやと。普通ね、見えてたら横の人となんか違ったら恥ずかしいなとか思うんだけど、今日はそういう気持ちはなし、ね、自分が気持ちよければいい、そういうことでやります。であんまり手ばっかり振ってると疲れるので、最後に口から手が出るって言いました。で耳から手が出て鼻から手が出ましたが、今度口から手が出るっていうのは、今日皆さんにこれからいろいろやってもらうんだけど、困った時は声を出してもらわないといけません。困った時は声を出すのがルールですよ。だからトイレ行きたいとか思って、普通学校だったら手を挙げてすいません先生トイレとかって言えばいいんだけど、今日は声を出さないと分かりません。手を挙げても分かりません。だから声を出す練習を最後にします。今日は声を出すっていうのが大事です。いいですか。で今日普通だったら授業の時とかはいとかって手を挙げますけど、はいじゃ面白くないんで、今日はないを楽しむだから、はいの代わりにないですよないって言って手を挙げるね。でこれからね、みんなで思いっきり最後に声を出して、1回でみんなの声が出たらこれで終わりにしますけど、あんまり声が出てないと2回3回やり直しになるかもしれない。で声を出すときはよく言いますが、お腹から
声を出す。で、自分の口からこう手が伸びていくように、ないって言って手が伸びていくね。大丈夫？後で拾えばいいから大丈夫ですよ。はい。じゃあ、僕は最初にね、これやると結構気持ちいいんですけど、普段だと、わあ、あいつあんな声出してるとかだけど、今日見えないから恥ずかしくないですから、誰が声出してるか分かんないですから、まず僕は最初にお手本をします。ない！はい、じゃあいいですか、1、2、3で。声小さかったらやり直しだからね。はい、いきますよ。1、2、3、はい！はい、じゃあ、あのないのおじさんが喋ります。ありがとうございます。では、皆さん、アイマスクをしたまま、座れる方ゆっくり座ってください。いつわかるかな、ゆっくりね。大丈夫、いける？気をつけてね。では次は、富田先生からのお話です。今日はすみません、ちょっと僕あのぎっくり腰を気に起こしてしまって、あれなんですが、今日はみんなに芸術家になってもらいます。アーティストです。で、芸術家というのは絵を描いたり音楽を作ったり、する人かと思うかもしれませんが、ご飯を食べるのも芸術です。おしっこするのも芸術です。うんこするのも芸術です。要するに芸術というのはとても迷惑なことです。生きてることの迷惑を積極的に受け入れてもらうのは芸術家だと思います。だから赤ちゃんは芸術家だと思います、赤ちゃんもうんこおしっこ取ってもらいますよね。だけど赤ちゃんがそうしてもらえるのは可愛いからです。皆さんも可愛いと思いますが、多分赤ちゃんの頃よりは可愛くない。これから僕みたいに年取ってくるともっと可愛くなくなってくる。可愛くなくても迷惑をちゃんと積極的に受け止めてもらえるのは芸術家です。何ができるから生かしてもらうとか、何ができるか助けてもらうではなくて、迷惑を積極的に受けてもらえるようなものをこれから作ってもらいます。だから真剣に作ってください。芸術家はみんな真剣におしっこしますし、真剣にうんこしますし、真剣にものを作ります。ですから今日簡単なものですけども、真剣に作りましょうという、それぐらいかな。はい、お願いします。ありがとうございます。では疲れてます。では今から一度アイマスクを外してもらうんですが、急に外すと目が痛い可能性があるので、ゆっくり外してみてください。でも後ほどまたアイマスクは使うので、ゆっくり外して近くに置いておいてください。じゃあ一度外してみてください。みんな外せましたか？そしたら、今からワークショップの、最初の準備をするんですけれども、みんなの手元にプリントが2枚あります。で、友達の葉っぱ大きな木と書いてあるプリントと、もう一つあなたはどんな葉っぱどんな木っていうプリントがあります。で、今からみんなには、自分が大きな木になったつもりで、ワークショップに臨んでもらおうと思います。でも急に大きな木になれって言われても、みんなそんなの無理だよって多分思うと思うので、ちょっと、簡単な、制作をしようと思います。お隣の方に紙を1枚ずつ渡してください。今配っている紙で、ちょっとしたものを作ってもらいます。みんなには今から気になるちょっと準備体操で、みなさんどうぞ。配った紙で葉っぱを作ってもらいます。で、葉っぱっていうとどんな葉っぱでもいいんですけれども、自分を葉っぱで表現すると何になるかをちょっと紙いっぱい手でちぎって作ってみましょう。で、先生たちにまずどんな葉っぱを作ったか見せてもらいましょうかね。じゃあ南先生、どんな葉っぱ作りましたか？はい、僕が作った葉っぱはこれです。木に見えるかもしれないけど一応葉っぱです。
じゃあ豊原先生。はい、私はこっち目見えないで目をつぶって作ったやつ、こっちは目を開けて作ったやつです。野口先生。はい、僕のはこのね、ちょっとトゲトゲしてる鉄分の時にお庭作るための葉っぱですね。みんな大きい葉っぱ作ってます ね。じゃあ広瀬先生、どんな葉っぱを作る。僕は目が見えないので葉っぱっていうのは音ですね。だからこれで、これは風にそよぐ葉っぱで、これは同じ音だね、葉っぱを踏んでる音、音にこだわりました。はい、こんな感じでみんなも自由に一度ちょっと葉っぱを作ってみましょう。では今から手でちぎってどうぞ作ってみてください。手でちぎって葉っぱを作って目つぶってもいいよ、どっちでも、うん、真剣に作ろうな、人と同じじゃないで自分だけの芸術家になろう。葉っぱできたって人は上に持ち上げてできたしたって見せて。できた。できた。いやいいね、大きいね。で今葉っぱをみんなに作ってもらったんですけれども、また葉っぱを作ってもらう機会があるので、紙をどうやってちぎったらうまくいったかもみんな覚えておいてください。なんかこんな感じで切ったなっていうのをなんとなく覚えておいてください。できた人もう一度葉っぱ上に、できました、できました、できました、あとちょっと、あと2人、あと2人かな。慌てずゆっくり作っていいよ。で、じゃあできた人はこの作った葉っぱがどんな木を想像して自分の葉っぱだなと思って作ったかを、プリントの方に書いてある、あなたはどんな木、どんな葉っぱっていう方に質問がいくつかあります。そこに答えていってみてください。葉っぱの形、木の大きさ、花は咲く、実はなる、どんな虫に好かれる、どんな手触りで、どんな匂いか。鳥とか他の生き物が出てきても大丈夫。ヘビもいいな。ヘビ嫌だな。難しく考えずにもう直感で大丈夫です。あ、なんかこんな木が好きだなとか、そんなんで大丈夫。いいよ、虫には好かれないでもいいよ、鳥には好かれるでもいいよ、テントウムシは来るとかでもいいよ。で自分が考えた設定はなんとなく覚えておいてください。どんな葉っぱってどんな木を想像したか。では、かけた人はアイマスクを、今からしてもらいます。で今からアイマスクをしてもらうと、作る時までずっとしたままになるので、思い残すことのないように。では、今から席替えをします。じゃあ、肩を叩かれた人は立ってください。
で、今からはちょっと静かに移動しましょう。移動するのでちょっと待っててね。こちらへ。手を前にすると椅子があるけど、はい、そこに座って。で、ここに椅子がある。そう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 。ゆっくり。どうやって手を引いてもらったら映りやすかったか分かるかな。では、これで席替えが完了しました。で、今から2人ペアで自分がどんな木になったか、自己紹介をしてください。そしたら今体がこう向いて2人ちょっと休めて、この2人で情報交換してください。左側の人と右側の人とお話ししてください。どんな木を想像したか。じゃあ私の葉っぱを触ってください。はい、大きな木を想像しました。あ、大きい、うん、すごい大きい。僕の考えた木はね、サメの形なんですけど、いろいろな形になれるやつ。どんな木かで、葉っぱのギザギザで、木の大きさは大きくて、では、今から今の席のままアイマスクをしていって、制作をしてもらいます。作る作業をしてもらいます。今から材料が回ってくるのでちょっと待っててください。今配っているものが、作るものを貼り付けてもらう紙になります。なので土台やね、土台になります。見るなよ見るなよ土台の紙ね。みんなに今配り終わったカードは黒色の台紙になります。土台になります。これ黒いですよね。で、また新しい紙を配ります。これは茶色い紙です。これが、はい、茶色い紙です。はい、はい、どうぞ。大丈夫、それで今から違う。で、次にすごくカラフルな紙を配るので、いろんな色があります。青色と赤色と黄色と紫とピンクとオレンジがあります。派手なオレンジですね。で、色紙を配るので、好きな使いたい色紙を使って選んでください。で、今から作ってもらうものはその土台に、最初に配った黒い紙の方に紙を貼り付けてもらいます。で、お互いにさっきお友達に聞いた木を、どんな木を想像したか作ってみましょう。何色がいい？なんか紫と黄色、うん、紫と黄色、違う、紫と黄色。はい、じゃあ最初に緑を紫と緑と、じゃあ次は黄色で、何色がいいですか？オレンジ。オレンジとオレンジ、オレンジとオレンジでは今から黒い紙の上に、最初に配った硬い紙の方に、お友達から聞いた木を想像して作ってみましょう。でいいよ。で、色がどっちかわからなくなって気になる人は聞いてください。その時はないって言ってください。これ全部出てきるの？これも
手でですね、手なんですが、どうしてもハサミという方はハサミもあります。今からのりも配ります。実がなるんだよね。まっすぐ切るのも難しいね。切れてるのがどこが切れてるか分かんない。なんかすごいちっちゃくなりそう。さっきお隣の人と話したことを思い出して、どんなことを想像したか作ってみてください。木はまっすぐ上に立ってんじゃなくて横に伸びてて、下から上に斜め横に伸びてます。さっきの子はね、結構自分で張って話した。すごい話したら、でも床にポイポイしていいからね。机の上に置いとくとゴミだらけになっちゃうよ。パンダ君、シューから剥けた。テープごと剥げちゃった。ああ、そうやな。そうなんだよね。消えてたらもう終わってるので、そしたら下にある別のやつがあるので、できた。葉っぱ一枚取りました。はい。葉っぱね、すごく多い。すごく多いのが、なんかトゲトゲしてるやつが木の幹からすごい大量のトゲトゲした葉っぱがぶら下がってて、葉っぱはカラフルな。ちなみに。楽しいな。正解なんてないから。ハサミならあるんですけど、ハサミじゃダメ。ここちぎるのも難しい。ここでで、は一旦みんなの作品を見ようと思うので、アイマスクをしてる人は一度外して見てください。ではせっかくなので、ヒロ先生にも触ってもらいながら順番に、お兄ちゃんから行こうか。え、これか。高い木やな、すげえな。なんだこれ、この上何これ。ん、葉っぱ、葉っぱ。へえ、なんでこんな端っこにあんの。真ん中じゃないの。先生うなずいてます、うん、深く。うーん、見はねた。高さがいいですね。はい、じゃあ次お隣の方。よし。ん、おお、これ、へえ、あ、面白いね。手触りも面白いね、これ。へえ、これ何これ。それ赤で、何これ。葉っぱ、葉っぱ、もみじか。これも葉っぱ。どっちが高い。分かったね。
なかなかいいですね、この手触りが、ね、葉っぱと幹が違うのがいいね。うん、じゃあ、うん、黄色い花でなんか葉っぱの方がなんかちょっと小さいイメージがあったから、それだったら葉っぱが目立たないかなと思ったから、花を先に貼って、その後から葉っぱを作ってなんか貼っていくようにしました。先生、こっちに作品があります。なんかすごいな、ほら青色と黄色の、黄色が葉っぱ、黄色が花、黄色がお花で、細かい方が青色の、黄色と青が混じってる、この子破れてるところがまたナプキっぽいな、なかなかいいですね。いや、いいね、これ、ありがとう。みんなこんなのを作りました。中にいるのは鳥ですか、それ。緑が葉っぱで、黄色、そこに鳥がいる。これ鳥ですか。鳥、大きめだな。はあ、なかなか芸術的ですね、これ。木ですね、ほら。いいね、これ。どんな木か教えてください。イチョウ。イチョウの木。イチョウ。あ、本当や。ありしてもいいですか。これは。おお、来た。来た。なんだこれ、すげえな。へえ。へえ。葉っぱだけ目隠し。この幽霊がしてるあたりがいいですね。あ、これ葉っぱ落ちてるんですか。くっつけてないのもいいですね。ねえ、いいですね、これ。面白いね。ありがとうございます。私は細長くて斜めに伸びてる木を作りました。ミツバチが飛んでて、ミツバチが木に止まるように作りました。ミツバチ、おお、あ、斬新ですね、これ。寝てる木だ。これどれがミツバチ、これ、なるほど。これは斬新ですね。面白いね、この使い方がいいね、また。ねえ、へえ、ありがとう。いや、大きい声で。はい、ビル5階建ての太い木を作りました。で、葉っぱがトゲトゲしててカラフルな実がなっている。で、カブトムシが飛んでいるっていうお題だったんですけど、なんか葉っぱもいっぱいトゲトゲしたものを作ってくれって言われたんですけど、ちょっと作れなくて、ちょっと見にくいんですけど、ここにトゲトゲした葉っぱが固まってあって、カラフルな実はここにあります。なんか作ってる中で結構その説明できればいいのかなと思って、葉っぱとカラフルな木を置いて、で最後にこう作ってる中でちょっとなんだか分かんなくなっちゃったんですけど、カブトムシが前面に来てしまって、なんかプロセスの中では最初に木を細長く作って、葉っぱを置いて実を置いて、最後カブトムシ、最終的には何かは分からないんですけど、まあ、まーちゃんと作りながら
構成をこうなんか作っていったっていうプロセスと結果がちょっと不一致するよう なんか作品になったなと思います。これ何ですか？それカブトムシです。おお、へえ。これはいいですね。カブトムシか。へえ。その丸いのが身で、うん。若干こう 丸いのも若干こう丸をずらすこと、うん。ずれてますね。ちょっとなんか全体的に丸っぽく見える。うん、はあ。しかしカブトムシでかいですね。最後のまーちゃんのインパクトが強かったので、うんうん、大きいカブトムシを作りました、うん、ありがとうございます。私はギザギザの葉っぱの木を作りました。とてもギザギザでちょっと切ってる時は痛かったけど、その上にあの鳥がいると聞いたので鳥を描きました。ギザギザ、ギザギザ、ギザギザ、赤と青のハーフで、ギザギザや、すごいギザギザなんだこれ。あ、取れちゃう。面白い。やっぱり微妙に斜めですね。面白いね。ありがとう。葉っぱが大きい木を作りました。の大きいパーツが大きい葉っぱ、うん、これ葉っぱ、これ全部葉っぱ、うん、へえ、すごい。なんかここに微妙に空気が入ってるのが今へえ、葉っぱが主役だね。いいね。はい、ありがとう。私は葉っぱがふわふわしていて甘くて赤い実がなる木を作りました。うん、甘い木。ここです。甘い木。あ、どうしよう。すごいですねこれ。木みたいですね本当に。なんで甘いんですか。甘い赤い実がなるっていうことで、美味しそうな木をイメージしました。なるほど。次でそれが見れ。これ？はい。あ、すごいですね。こんなんよく作りましたね。すごいな。これは何？これ葉っぱです。葉っぱ？ピラピラ。はい、いや、ありがとうございます。私は葉っぱが大きくて。虫がいっぱい来るから虫食いがされてる、うん、葉っぱを作りました。いいね。虫食い、虫食い、ここです。あ、虫食い、虫に食われてますね結構。この辺が残って食い、もっと食いたいね。ありがとう、はい。私は葉っぱが少しトゲトゲギザギザしてる、してて、花が丸い木を作りました。おトゲトゲしてる。
凝ってますね、よくよく触ると。って言ってたから上ら辺は丸っこくして下はギザギザにしました。丸っこくてギザギザ、これ何？棒いいね。なるほど、なかなかいいですね。もふわもふわしたふわふわしたって言ってるよ。ふわふわしてんの？ふわ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 。これ？ふわふわしてる。ベトベトしてるぞ。なるほどね。なかなかいいね。ここに作るってのがなかなか憎いですね。よく触るとふわふわしてる。ありがとう。僕は低い木で、丸い葉っぱがあるっていうのを作ろうと思いました。でハサミで丸い形を作るのがうまくいかなくて、ちょっと途中でくじけて、あの折り目をつけたり手で浮き上がらせて触ったりしたら、あのうまく丸くできないのと違うやり方で彼が言った木を作れたらいいなと思って作りました。こんなんです。お家みたいですね。へえ、これは何ですか？葉っぱです。葉っぱ、これ四角いの？それは、寝てるんですけど低い木です、ちょっと低木のイメージで。はい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 。あ、でも葉っぱっぽいですねこれ。あ、よかった。低木、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。面白いですね。トゲトゲの木を作りました。トゲ、お、へえ、これ何これ？トゲトゲ？トゲトゲしてんな。へえ。なるほど。木っぽいね。いいですよ。ありがとう。はい。サメの形の下。いろいろな形になれる葉っぱの木を作りました。何の形？なあ、これすごいな。え？サメ？これどうなってるの？それがサメ、ああ。これ下なの、このビラビラは。いろいろな形になれる葉っぱだから。ああそうか、こうしたら、へえ、すごいね。なるほど。なんでサメ好きなの？隣のこのアイデア。サメ。
ありがとう。ギザギザの葉っぱとか花の木を作りました。うん、いいな、うん。ギザギザ。あれ。これです。どうぞ。おお、やった。これギザギザやな、確かに。寝かしてもいいじゃん。うん。ギザギザや。いや、なかなかいいな、これ。へえ。ここなんで折ってんの？枝にした。枝か。なるほど。いいね。寝かせましょう。ありがとう。僕は小さい葉っぱをいっぱい作りました。横の人がスズメが好きと言ったのでスズメも付け足しました。先生、ここに茶色と黄色の、これどれがスズメの？あ、これこれどうなってる？スズメはどこですか？スズメどれ？これスズメ。あ、手触りが違うんだけど。あ、動くじゃんこれ。あ、取っちゃいけなかったこれ。ごめんごめん。あ、つけたな。へえ。なかなかいいですねこれ。この辺も木っぽいな。スズメ離れてるのが面白いじゃん。この辺もいいか、この辺も、うん、ありがとう。僕の性格が出てて怖いんですけど、細いギザギザした枝に細長い花と蜂がいる木です。座ってみてください。性格が漏れに出てる気がして触りたくないな。触りたくないな。ね、うわー、何ですかこれ。これ何ですかこれ。木とは思えませんね。たまくん、先生のが一番重たいですよ。やっぱしこれ木に見える？木じゃねえよなこれ。木かこれ。ありがとうございます。性格がそうだ。花と実がある木を作りました。下にいるのは蛇です。蛇。蛇怖いな俺。蛇どれ？この辺が花ですね。蛇です。うわ、これですか？蛇っぽいねこれ。あー、結構すごい蛇だこれ。へえ。これ花はいくつあんの？2つ。2つで、あー、なるほど。右のがいいかな。これですか？これ実？そうです。深く同じ。いやいいな、ヘビ。ありがとう。ラストですね。僕は背の高い木を作りました。これ何？葉っぱ、葉っぱがいっぱい落ちてんだ。微妙に傾いてんな、これ。いいな、傾いてんのがいいな。これ何？そこ、
そこに葉っぱあって、うん、でちょっとなんか上が穴開いてたから、うん、そこに一応葉っぱらしく葉っぱらしい入れて、うん、いいね、うんうんうん、いやこの傾いてるのが芸術的だなありがとう僕の作品も説明していい？最後にすいません、うん、広瀬先生も最後説明することじゃないのでちょっと出るタイミングをしました。ああごめん、あ持ちます、 ありがとう、はい、僕の作品はタイトルがありまして、目に見えるのは気のせい、目に見えないのが気のねえで今日は最初のお話で、豊原先生が心は目に見えないって言いましたけど、木でも一番大切なのは実は根っこがあるから木が生えてるんですね。 でも根っこっていうのは目に見えません。だから僕は根っこを一生懸命作りました。これ全部根っこだから、これは見えないけども、実は木にとって一番大事なものです。で、幹があって、野口先生から今日混ざるってお話がありました。で、桑田先生からもあったように今日お友達を作るって話ですけども、今日一緒に作業してみて、まあ多分ここでバイバイってする人も多いと思うんだけど、やっぱり今日一緒に作業したっていうのはなんか心の中に残ると思います。で、この幹の中に実はこれは取れるんですが、中にゴミみたいにこれ何色なの？ピンクと、ピンクと、はい、根っこがオレンジとピンクの、オレンジとピンクのこうカスみたいなのがいっぱい入ってます。これはだから実は目には見えてないけど中では混じり合ってるんですよっていう、野口先生のお話をちょっと参考にして、実は外に見えないけど中は見えてますと、中で混じってますという話です、うん、まあだからタイトルはまあどうでもいいですけど、目に見えてるもので大事だけども、実はそれは大事だと思ってるのは気のせいかもしれなくて、本当に大事なのは目に見えない気のねえなんだと、いうことを皆さんに伝えようと思って作りました。今でみんなの発表をしてもらって、ありがとうございました。みんなはアイマスクをして制作するっていうのは初めてだったと思うんですけれども、難しかったという人いますか？みんな難しかった？楽しかった人、楽しかった人も、あ、ほとんどみんなかな。ありがとうございます。今回の、ワークショップはお友達を作るっていうことで、とても難しい設定をしました。でそれはお互いを木っていう風なところに見立てて作ってもらうということだったんですけれども、すごいなって思ったのが、その設定を難なく自分たちの楽しいストーリーに乗せて作れたのはすごく良かったかなと思います。あとはハサミをうまく使って切って作る人もいましたし、接着するときに工夫するっていうこともいろいろみんなしてくれてたのでとても良かったかなと思いました。色紙っていうので皆さんに選んでもらったんですけれども、作る時に色が分からなくなったりとか、もっと大変なことが起きるかなとか思ってたんですけれども、全然そんなこともなくて、分からない時には隣の人に聞いたりとか、ないって言ってもらって、困ってることをお互いに助け合うっていうふうにも制作できたのも良かったと思います。みんな全然違うよね。これもし目が見えたらね、隣の人チラッと見たりしてね、みんな同じような感じになっちゃうんでね、これだけみんな違うのができたっていうのはすごいことだと思います。これからいろいろ勉強して同じ勉強させられるけども、時々思い出してみてください。よく芸術家は見えてしまうとか、かけてしまうとか、できてしまうってことを言うんですけども、何かができてしまうことによってみんな同じになってしまうではなくて、できないからこそみんなが違う、自分だけにしかできないものがなんか今日できたような気がします。ありがとうございました。では、ワークショップはこれで最後になります。お持ち帰りいただいていいですし、まだ見足りなかったっていうお友達いれば一緒に作品の鑑賞して帰ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。